強くしよう。肌終わってるから。こんにちは。こんにちは。コメント落ち着くまで黙ります。なんか今のギフトキラキラしてて可愛いね。これ何の、なんでキラキラなんだろう。え、もしかして星っていうシステムが変わったとか。そんなことない。星のアイテムのなんか形変わった。え、なんか犯行予告みたいな。星がキラキラ星に変わりましたって。可愛い、可愛いね。なんでだろう、星リストラされた。キラキラ可愛い。結局なんかそう、卒業生のドレスとか見て、なんか最近メイクさんとか衣装さんとよく話すんだけど、女の子って結局キラキラ好きなことないみたいな。わかるっつって。キラキラがいいよねって話をよくしてます。なんか今日めっちゃ真ん中分けになっちゃうんだけど、なんかボッチャマみたいじゃない。お坊ちゃまって感じ。私前髪ちゃんと下に向けて乾かしてるから、なんかお坊ちゃま。何にもあれしてない、ヘアセットしてない。あー、私がせっかくつけたってのに、誰だよこのライトのカバー外したやつ。マジでどうかしてるよ。なんで正しく使おうって思わないんだよ。なんでこれが外れていっかってできるんだよ。また DIY チャンネルになりました、こちらのショールーム。なんでこの間直したのに。こっち向きか。この間私つけてたよね。その配信見てた人いる？この間私ちゃんとつけたよね。パコってはめた気がする、この間。わかった。じゃあせっかくこれがあるから、もうこれで止めちゃえばいいんだ。あ、でもそしたら直径足んないな、これじゃ。養生でつけてやる。もう養生でついてたら文句ないでしょうよ。クオリティは低いですけど、でもさ、なんか当たるライトの柔らかさが全然変わるわけですよ。一応これでもこのね、かませが一番あるかどうかで。ちょっと配信で撮ってる人いたらやばいよお前って言っといて。いや、わかんないじゃん、配信上でさ、あ、なんか撮れちゃったっていう子がいるかもしれないじゃん。そしたら、お、やばって言っといて、戻しなよって。私はもうお昼ご飯食べました。本当油そば食べたかったけど注文間違えてつけ麺食べちゃった。まあでも美味しかったからもう満タンやね。大丈夫です、美味しかったんで。
麺300にしたら意外と食べれたな。前なんか300でお腹いっぱいいっぱいだった気がしたんだけど、いけた。今日は最近大食いだから私。油そばの方が好きなんだけどな私は。そう、今日もご飯が美味しいと思いながらご飯食べてました。ご飯大好きちゃん、ご飯大好きちゃん、ご飯大好きさんです。なんか今日5時間ぐらい空きあって、ね、5時間って都内住みだったらさ一回帰れたかもしれないけどさ、私は田舎住まいなので家に帰ることもできず監禁され続ける人生。監禁、軟禁かこれは。まあでもね、しょうがないですよね、都合がこう、何他の子が出る曲とかもやるから。だから2回ぐらい配信しようかなって思って、東京住みが良かったな。まあ東京出る、千葉出るつもり全くないんですけど、ここは13時までだから13時になったら一回お昼の配信は終わり、私はもう寝ます。もう残りの4時間ぐらい寝ます。で、で夜何時ぐらいがいい？6時か7時か10時間どっちがいい？みんな7時がいいんだ。わかりました、じゃあ7時にやります。これ1時まで、次が7時まで、7時から8時前、まあ、だから7時の場合8時から始まっちゃうから8時直前55分とかまでです。ですって感じ。18時暇なやつって相当暇。でも全然5時半退社とかあるんじゃないの？そう。安い時給で配信たくさんさせてもらいます。お昼は食べに出かけちゃいけないの？もう出たってば。もう食べに行ったの。で、油そば食べようとしたらつかめん食べちゃったって話をしたんです。前髪伸びすぎてる。前髪長くない？ちょっとさ、最後切ったのいつだったっけな、22とかかも。そりゃね、短い、長くなっちゃうよね。
5時定時で5時半には家にいますっていいですね。前髪だけ切るときはセルフですか？AKB のメイクさんにも数人切れる方がいるので前髪切ってもらいます。よく公演の前とか全体撮影の前とかにメンバーは来てもらってることが多いですよ。そう。でもね、私は最近まだいけるかまだいけるかってこう伸ばしてたらこんな長くなっちゃって、まあ7日の公演の時とかにメイクさん次第ですけど切ってもらおうかなって感じ。私は仕事があんまない時とかは、その現場にも行かない時はあれしてます。自分で切っちゃう時もある。ザクザクザクって適当に、基本適当に生きてる。前髪作って久々に自分で切ったらめっちゃ斜めになった。メイクさんに切ってもらえるのいいねだって斜めになっちゃったの大丈夫？私なんか一味とかさついてないよね。なんかお昼休みの人多いかなと思ってお昼にやったんだけど、なんか意外と全然人少ない。髪の毛伸びるの早い方です。私すぐ言われる、人にめっちゃ伸びたねってすぐ言われる。自分の好きな前髪の長さどれぐらいですか？基本的にあんまりそんな丸めたくないんですよ。だからこの二重ぐらいか、二重ちょい上ぐらい、この二重の幅分もう一個上がったところらへんかなとか。あんまりね、なんか理想は結構ズッキーみたいなさ、サッみたいなのが好きなんですよ。ズッキーとかな、誰だろう、他わかんないけど。なんか髪色じゃないや、そう、シャンって。こんぐらいかな、このアイホールぐらい、アイホールぐらいかなにしたい本当は。って感じですかね。だからちょっと伸びすぎなんだよね今。あとなんか寝癖すごいついてる私なんかどっちもこうやって寝てたのかな、こっちで寝てたのかな、こっちの風に吹かれながら寝てたかもしれない すごいこっち跳ねてる、逆にセットしたみたいなぐらい跳ねてる。こっちだけ見たらめっちゃセットした人みたいじゃない？こっちはもうまっすぐ。前髪なしのもぎさんが思い出せないぐらい最近前髪ありですね。うん、なんか若作り頑張ってますって感じですね。やっぱ前髪ある方がなんかね、私は結構おでこがあんまり丸くないし広くないので、なんか結構おでこ出すと男顔にやっぱ見えちゃうんですよね。だからちょっとねガーリーな感じにもうちょっとしたいので、優しくしたいので前髪作ってます最近。まあでも卒業したら翌日に髪の毛黒くしちゃおう。でも髪の毛にお金かけない人生する。なんか私結構前髪大正解だと思うんだよね。
黒髪にしたい欲が強いってことですか。うん、っていうかなんかバカらしくて、お金に3万円とかかけてんの。黒髪公開してくれますか。うーん、なんで。なんか私的に前髪で大成功したのって、レナッチが最上級だと思ってるんですよ。まあもともともちろん可愛いんだけど、やっぱ作ってなお可愛くなったの代表っていうか1位が私の中でレナッチだと思ってるので、次がマナミだと思ってるのね。あと岩見が同率ぐらい前髪作ってよかったと思うの。それに結構匹敵するぐらい私も前髪作って大正解だったんじゃないかなって思う。結構大正解じゃない？私が今出した名前の子たちって本当にさ、なんかデコ出しももちろん可愛いけど、なんか前髪の印象が変わるとまためっちゃ可愛いっていうさ、代表格じゃない？その中に私結構食い込めるぐらい前髪もショートカットも大正解だと思うんだよね。でもやっぱりその前髪作ってた時期もあるんですよ。私もちろんなんか高校3年生とかの時かな、前髪あったし、あったんですけど、その時と今とで前髪の作り方全然違うんですよね。やっぱ時代の流れもあるし、あと多分本当になんか18とかの時に髪の毛を短くしてても多分あんまり良くなかった、似合わなかったかもしれない。なんかタイミングが全部良かった、全部なんかいい感じにハマってた。大人になってからちゃんと切って良かったなと思う。ショートカットは前髪めっちゃ時代出るよね。もっとめっちゃ重かったもん。でも時代は回るっていうじゃん。だからさ、ウルフカットとかもさ、子供の時に流行ってたけど、私がの時のやつが今さ、またさネオウルフとか言ってさ流行ってるわけじゃん。だからさ、またさその重い前髪とかさ、時代回るのかな。私がじゃあお母さん世代になった時とかにさ、またさ重いさ、こういうさ、ここがさこういう風に分けててさ、重くした目、重く目でさ、重めでさっていうのまた流行るのかな。なんか時代回るっていうからさ、ちょっと気になるよね。おじさん毛量多い方ですか。めっちゃ多いです。私実は多いっていうか、多分元は結構ペタリがちで、まあでもやっぱ多いと思うよ。ペタリがちなんだけど、私結構なんかふわっとさらっと見えるじゃないですか、髪の毛。これはあのブリーチしてるから髪の毛傷んでて、なんかそれぞれがこう全体的にこうふわってこう大きくなってるから、なんかベタつきにくくなってるんですよね、髪の毛。黒髪だった時っていうか地毛だった時は結構ペタリがちだったかな。でも量はそんな少ない方だ、少なくはなかったです。もう普通もって感じ、めちゃくちゃ。なんか細くもなく太くもなく直毛、ただのここに多少の癖ありぐらいの。そうなんですよね、私めちゃくちゃ直毛なんだよね。だから前髪がこれ今こんなに直毛っていうかさ、すごいまっすぐなのもさ、昨日ドライヤーで乾かしてそのまんまだからこういうことなんだよね。そう、もともとはね結構ペタリやすかったです。でも今は結構ふわりがち。
こっちの角度から見たらさ、やっぱさ内巻きにセットしてるみたいでいいね。ただこっちからこう同時に見ちゃったらダメなんだけどね曲がってる。てかやっぱ真ん中分けになっちゃう今日すごいピカピカおでこ。今日はじゃあ御曹司でいいとこの坊ちゃんみたいな顔して配信しようかな。これちょっと違うか、なんかメガネかけたらジョン・レノンになりそうなんだけど。御曹司感あるでしょ。でも真ん中分け、おもながの真ん中分けは大抵ジョン・レノンになるからね。横分けはって、横って何、どこ、あこういうこと、割れちゃうんだよね結局真ん中で。これもジョン・レノンじゃないか。なんか普通に体調崩しそう。なんか私さ体強いのが自慢だって最近よく言ってるじゃないですか。でもなんか普通に朝早すぎて、なんか毎日、いやでもなんかこれに選抜とかがもっと仕事、選抜の仕事とか入ってるって思ったらもう頭おかしくなりそう。すごすぎ、偉すぎ。マジで満員電車毎日乗ってるし、えなんかね、ちょっと早起きしてるな。いやなんかたくさん寝てる日もあるんだけど、全然なんか普通にしんどい、体中痛いし、なんか寝ようにも体の中どこかしこが痛いというかさ。電車乗るの怖くない？だって何が？何で怖くないって聞いてるの。さっきお代理も満員電車の話してた。やっぱり満員電車乗ってますって。本当だよね。なんか世の中の人たちって本当に早起きで本当に仕事働いてるんだなって思う。本当に偉いなって。本当にすごいと思う。なんかみんなだってさ、それこそ私はさリハだからってすっぴんで行ったりとかしてるしさ、だるぎで行ってるけどさ、なんか普通の OL さんとかはさメイクして髪の毛セットしてってオフィスカジュアルを着て行ってるわけでしょ。パンプス履いて。本当に偉いなってすごい尊敬する。
当にすごいと思う。スーツ着てたりパンプス履いてたり髪の毛セットしたりさ、おじさんたちもちゃんと腕時計つけたりとかしていってるわけじゃん。ネクタイ締めてさ、偉いじゃん。なんかマジで私がもし今免許を持っていたのだったら、まあ、持ってないんですけど、全然何も動き出してないんですけど、私がもし車の免許持ってたら渋滞にはまろうが絶対に車で来てたと思うわ。もしめちゃくちゃ運転得意なタイプだったら絶対満員電車乗らない。渋滞でも何でもいいから絶対車で来る。ママに起こされてさ毎朝、なんか遅い時間だったら自分で起きるんですけど、早い時間だったらママに明日何時に声かけてって言うんですけど、起きるじゃん、もうぐったり起きた瞬間から。もうぐったり起きた時から。最近だからあれ飲んでる、なんだっけ、アリナミンのなんか夜に飲むやつ、なんか夜に修復するみたいな。そうそう、車は自分の空間じゃん。好きな音楽聴いてさ、なんか無の状態でさ、なんか誰かにグイってやられることもなければさ、まあ、運転は運転でさ、なんか煽り運転されるとかさ、この車近いとかあるかもしれないけどさ、なんかそれでもさ、なんか自分の時間って感じするじゃん。あー、そう、ナイトリカバー正解。そう、なんか今日さ、これさ、リバースに書こうか迷ったんだけど、なんかちょっとさ説明できないからやめたんだけどさ満員電車だったわけ、朝電車で。そしたらもし可能なら少し早めの電車に乗るのはおすすめかと。え、不可能だから困ってるっつう話してんの。え、なんか今日朝電車乗ったの。そしたらさ、なんか前のお姉さんと私の体の角度がなんかちょっとこうなんか合わなかったのよ、あんまり。私もさ、なんかさ、もう流れに身を任すしかないじゃん。だからさ、もうこうなんかあーってなってたのよ。そしたらなんかちょっとさ、わかる、なんかさ、こうなんて言ったらいいんだろう、こうはまってたらいい、なんかこうはまってたらいいけど、ちょっとこうなってる時とかさ、なんかあるじゃん。なんかちょっとさ、こうなんか収まり悪い時あるじゃん、人と人とでなんかその三角みたいになっててさ、こう人立てて、こう人いたら楽だ、こう3人でいたら楽だったけど、なんかこうみたいな、なんかさ、わかるじゃんで今日それでなんか私の前のお姉さんと私のこうハマりがちょっと良くなかったのよ。もっきりくしょってる人とかもいたりとかして、そういうのも相まってちょっと位置関係良くなかったの。そしたらさ、そのお姉さんがさ、嘘みたいにさ、お尻をさ、そのはま収まりのあるお尻をさってこうやって私がこういう体勢だったのかな。でお姉さんのお尻がここにあったんだけど、私のお尻らへんにね、こうやって、ああなんか収まり悪いなって、申し訳ないなって思ったわけよ。で私も動けんしって思ったら、お姉さんがさ、それをさみたいな感じやってきて、へえと思って、もうウケるよと思って、別にいいんだけど、全然いいんだけど、わかるわかるわかる、そっちに体振った方がそれはいいと思うって思うんだけど、そんなケツでグリーンされることあるんやと思っていや、なんかさ、あるじゃん、なんかちょっとさ、なんかちょっともぞもぞとかはあるけどさ、そのお姉さんがさ、すごいのよ、お尻が。そう、車両揺れるタイミングとかさ、人が降りる時とかさ、各駅とかでさ、ちょっとさ位置調整したりするじゃん。お尻でさ、ブリンってされてさ、私さ、もう体さ、あんみたいなってさ、すごいよーと思って、何この人すごいんですけどーと思って、元気じゃん逆にと思って、そんな怒んないでよーと思ってて、したらなんかそのお姉さんの多分手も
ハマりが悪かったのさ。そしたらめっちゃさってやられて私マジでおもろかった。私はさ、もうだってまず最初さ、ケツでワンヒットよ、ブンってされてさ、オンってなってる中でさ、こう腕をガッてやられてるからさ、アーンってなってさ、もうツーヒットしです全部やられた上半身も上半身も攻撃決められた、コンボフルコンボだと。おもろかったな。なんかストレス溜まってんだなって。もう水曜日だし、うちの人はとある男性アイドル、海外のね、を、ホーム画面にしてました。あとツイッターでなんかネタツイみたいなのの動画見てた。だから癒しを求めてたんだろうね。見えたのよ、めっちゃめっちゃ見えたの。そのなんかうんってやった結果、もうお姉さんの携帯ここみたいな時があったの。ブンってされてめっちゃ見えるってなってそれでもうどうしようもないじゃん。だからもうさ、もうこう虚無もうさ、こうやって見るわけでもいかないじゃん。こうやってこうやって見るのもさあれだからさ、じゃあ虚無顔してる。なんか疲れてんだなって、大変そうだなって一言のように思っていました。応援してます。小木忍ぶ26歳は頑張るあなたを応援します。え、そうだからそのなんか私も思ったの。なんか女の人が男の人とかになんか触ってんじゃねえよみたいな感じでやるんだったら分かるんだけど、女の人が女の人にやってくるってあんま印象ないから、私結構今日ビッグシルエットな格好をしてきちゃったので、もしかして私男だと思われてるかなと思って、なんかそれでなんかこの女の人がすごいなんか私が何グイグイしてくる、体グイグイしてくる人だと思われちゃう、思われてたとかだったらなんかちょっと気まずいなって思ってたら、普通に多分ね、マインド強い方でした。戸田さんからなんだこれは名探偵クマタワーいただきました。ありがとう。何タワーかお手すきに教えてください。そうなのよ、私はなんか勝手にさ、なんか、うん、正直言っちゃ悪いけどなんかやっぱおじさんとかの方がすごい態度に出してきたりとか、なんかすいませんとかあんまない印象なのよ。やっぱ電車とかでやっぱおじさんの方がみたいな感じでやってくるイメージあったから、だからなんか私女の人の後ろに並んでまさかそうなるとは思ってなくて、へーってなっちゃってた意外に意外でびっくりしました。男の人より女の人にの方がグリーンってやってくるかもです。男の人にやられたことないかもです。だって、あ、そうなんだ、じゃあ人によるんだね。なんかおじさんとかはさ、もうなんか喋ってきたりするじゃん、なんかだよとか言ってきたりとかするじゃん。でもまあお姉さんのお尻と肘はそのぐらいだった。時間に間違われたくないからグリーンなんてできない。だってそうだよ、もうね。トナさん朝から晩まで頑張ってて偉い、久しぶりに来られて嬉しかったわです。だってありがとう。本当だよね、朝から晩までだよ。メソメソウエーン、ありがとう。トナさんも頑張ってね。そう、おしゃべりなお尻と肘でした。まあ確かにヒールとかね、どうしようもないよね。でも踏まれたりしたらさすがに確かに嫌かも。でも本人たちもね、もう荷物多すぎて人多すぎてどうしようもないんだろうね。
え、なんかさ、すごい今更なこと言っていい？電車ってもうちょっとさ、横長にいっぱい人詰めたりしないかな？全部を変えるのは難しい？なんかじゃあせめて今からさ、作る車両とかはさ、全部もうちょっとさ、大きくできたりしないか？あ、すれ違うとき結構ギリだもんな。できないか？なんか人口の多さにさ、電車のサイズ感合ってなくない？みたいな感じしない？え、そう、だって高さ増やしたって仕方ないじゃん、上に人行けるわけじゃないから。さ、幅をさ大きくしない？そう、横幅。そう、なんか大きくしてくれたらいいのにって思うね。全体的に大きくしてほしいんじゃなくてさ、横をちょっとさ大きくしてくれるかさ。まあ確かに1両大きくしたら長くなっちゃうから大変だから、やっぱこの横幅乗り換え大変になっちゃうじゃん、その連結数増やしたら。だからだけ椅子なくすとかだって。え、でもそうなんだよね、そのシステムもあるじゃん。でもさ、朝座れた時めっちゃ嬉しくない？だし、なんか私たちはやっぱ満員電車のところから乗ってるからだけど、始発とかの人たちがやっぱ最高って思うんだよね、きっと。そう、椅子座れると嬉しくない？個人的につり革もいっぱい欲しい。だって、なるほどね、つり革か。でもさ、こういうさ、なんかさ、なんかこういう予想をさ、予想っていうか、うちらがこうなったらいいんじゃない、ああなったらいいんじゃないってよくさ想像するじゃん。そんなのはプロが特の塔に一回考えてんだよね。めっちゃ思うんだけど。そう、よく思う。そう、なんかこれはもっと足をこうしようとかさとかってさ、もうとっくの塔にプロが考えついて却下される理由があんのよ。で、今それが最善だってことで今落ち着いてるっていう話なんだよね、全てにおいて。素人が考えつくことはプロはもっと考えてんのよ。あ、1時になったら教えてね。なんか1時から誰かが使うらしいから、57分ぐらいになったら教えて。42分です。だってあっという間だ。ねえ、早くさ、空中浮遊とかさ、アラジンの絨毯とかさ、車が空を飛ぶ時代にならないかな。てかね、本当だよね、満員電車嫌いだな。でもたまにその素人の発見で世の中変わることあるのよ。そうですか。じゃあその発見をできる自信が終わりで私は自信はありません。ねえ、どこでもドア所望します。だって本当だよね、いつになったら時代は追いつくんだ。え、だってドラえもんってさ、そもそもさ21世紀から来てたよね。
もう今21世紀なんでしょ。あ、違う、今って20世紀21世紀20世紀だ今は。じゃあダメか。あ、22世紀なの今。あ、何、誰が。今って何世紀、ドラえもんが来たの何世紀。え、でもさ、ドラえもんってさ、もともとさ2020、違う、2000じゃない、ドラえもんってさ、もともとさ21世紀から来たよって言ってなかった。じゃなくて、なんかこの世界が21世紀になっちゃったから今22世紀から来たよって言っちゃったんじゃないの。なんか変わったんじゃないの、設定が。なんかそんな時代なかったっけ、なんかドラえもんいつの間にか1世紀先になってるみたいなさ、そういう設定なかった。なんかだった気がする。なんか追いついちゃったみたいな。だからドラえもんの設定もう一個先みたいな。あれ、もともとだった。まあごめん、クソどうでもいい話しちゃったね。僕ドラえもん、ほんわかパッパ、ほんわかパッパ、わん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 。ピースケー、2112年9月3日だよ、誕生日だって。そうなんだ、へえ。2112年ってさ、私が生きてる可能性はある？ないや。あぶねえ、焦った、あぶねえ。え、そんなこともないか。私が100何十歳生きてたらいける？え、ない。え、そう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 、ほら、あ、違う、合ってんのか。私が115歳になったらドラえもんとのいる世界ってことだよね、今コメントから読んだけど。超ご長寿ならいけるんじゃない？無理かも。でも日本はね、福祉が手厚い国ですから。でもヨボヨボだよ、だってヨボヨボだったら何なのよ。その頃に私はヨボヨボだからって、私は今から全部諦めなくちゃいけないわけ？はあ？そうやって諦めてきたことで一つも後悔しないって本当に言えんの？そうやって後悔したことあるんじゃないの？もっとやっとけばよかったって。じゃあその時にヨボヨボだったからって諦めなくちゃいけないって誰が決めたの？まあ死ぬ時は死ぬんですけどね。にっこり。でも現実的にね、だってでも現実的になんて言ったらさ、普通にただの一人間というかさ、一女の子だった私がさ CD に顔乗ってるのだってさ、普通に考えたらさ非現実的なことなんだけど、それを実現したわけなんだからさ、武道館のセンター立ったのだってさ、普通に考えたらさ、ただの小学生中学生がさ、私武道館のセンターに立ちたいって言っててもさ、非現実的だなって思うかもしれないけど、でも実際それ現実に起きてるわけだからさ、そうやって考えたらさ、非現実的だからってやっぱ諦めの違くない？いっぱい喋っちゃった。
ね。だからいつかは車も空飛ぶし、どこでもドアだって生まれるし、あとなんだっけな、個性も発言するかもしれない。ワンフォール、フルカウル、やばい、私覚えなくちゃいけない、なんだよね。ポンポンテーティーティー、翻訳こんにゃくはもうあるしな。だって確かに Google のさ翻訳とかだってさ、ほぼ翻訳こんにゃくだよね。すごい、確かに。ああ、今でも空が飛べるようにできるけど作るほどの魅力利益ないらしいです。だってでもそれでさ、もっとさ交通というかさ、それがさすごいでかい地位をさ気づいてさ、作るのももっと安く済むようになったらいいのにね。そしたらきっとメリットあるよ。え、満員電車解消だけじゃ何のメリットもねえってか。ありがとう。あと7分後ぐらいに教えて。っていうかリモートが増えればいいんだよね、もっと普通に考えて。だってみんなさコロナの時さもっとリモートワークしてたわけでしょ。リモートワークしてたわけじゃん。それでさリモートワークできるって気づいてもさ、それでもなお集まろうってするその心意気は何なんだろう。子供何人ぐらい欲しい？100万人1時から使うなら12時55分には退出しなくてもいいのか。いいですよ。3時から、あ、1時から人が入れりゃいいでしょ。リモートするとサボる人もいるからさ。だってでもさ、サボっても別にそれで業務が滞ったりとかさ、会社に大きな損失がないならいいんじゃないの。ダメだけど実際。心臓痛い。誰かにしわ寄せが、うん、確かにしわ寄せで都合ついてんだったらダメなの。ダメだよね。みんな平等に働けってか。そっか、みんなももうそろそろお仕事に戻らなくちゃいけないのか。へえ、そうなんだ。大変だね、社会人も。じゃあそんな感じで、もうなんか眠いし、みんなそろそろお昼休憩終わるし、また夜、まあとはいえちょっと早くから始めようかな。6時40分とかから始めれたらいいかなっていう感じで、また会いましょう。ありがとう。あ、改めてトナさん、タワーありがとうございました。
皆さんまた夜会いましょう。さようなら。頑張ってね。